和田杉奈です。空手の全日本大会2連覇と全米大会初代全米チャンピオンとヨーロッパ国際大会2連覇してます。そこの2人めちゃめちゃ面白そうだね。全米チャンピオンと空手同士、そこも試合決定でいいんじゃないですか、うん、あ、本当ですか。てかそのぐらいの経歴っすよね、うん、そうっすね。ありがとうございます。そこ試合決定で、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それでは女子ストロー級ワンマッチ、岩地選手と対戦されますセリナ選手のインタビューを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではまず明日の意気込みをお願いいたします。明日は、もう KO できるように頑張ります。はい、先ほどの会見でもお互いすごく謙虚な姿勢見せてましたが、はい、その姿勢はやはりお互いちょっと強いという感じ取ってますか？対戦相手の岩地選手、いじめがきっかけで極真空手の世界チャンピオンになった女ですと自己紹介されていましたが、はい、どのような印象をお持ちですか？どのような、もうなんか実績とかすごいあるので、対戦するのすごい楽しみです。はい、今回あの1分間という短期決戦ですが、どのような戦いを見せますか？1分間なので、蹴り技がすごい得意なので、足技をメインで戦いたいと思います。足技メインで、はい、わかりました。セリナ選手も空手全日本大会2連覇とヨーロッパ国際大会2連覇という輝かしい成績を残していますが、はい、格闘技は何歳からやられていますか？格闘技は年中の頃なんで何歳ですか？年中ですよね、全然出てこない、じゃあ長いんですね、はい、はい、3年ぶりの試合だから緊張してじっとしてられないとツイートされてましたが、はい、やはりちょっと緊張しますか？あ、めっちゃ上がり症なんでめちゃくちゃ緊張します。その中でもその強さの秘訣とは何だと思いますか？強さの秘訣ですか？試合のコート入ったらもうすごい多分結構いろんな人に人格変わるって言われるぐらい多分変わると思います。じゃあ緊張しててもリングで上がると上がると変わるんですね。変わります。楽しみにしてます。はい、ご自身の中でも相手選手への対策とかもじゃあありますか？はい、対策は、回って攻撃しようと思ってます。相手の背中の方に回って、回って攻撃、はい、なるほど、ちょっと想像つかないんですけどちょっと楽しみにしてますね。はい、それでは明日の試合へ向けてこちらのカメラへファンの方々へ一言お願いいたします。はい、頑張るので応援よろしくお願いします。はい、それでは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。女子ストロー級ワンマッチ、岩地選手と対戦されましたセリナ選手、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まずは一言お願いいたします。はい、勝ててよかったです。あ、はい、はい、昨日おっしゃってた、はい、あの相手の選手を中心に回りながら戦うって言ってたんですけど、はい、試合でできましたか？もし試合中の記憶がないのですいません。アドレナリンが出てしまったですね。はい、で今日はご自身でどういった技が一番当たったなと思われますか？はい、幼稚園の頃からずっと横の前蹴りがすごい得意だったんですけど、そうですね、怪我して一時期ずっと蹴れなかったんですけど、膝です。でも久しぶりに前蹴りが綺麗に入って当たってましたね。嬉しかったです。もうなってましたよ。はい、コンビネーションがかなり多彩だったんですけども、はい、セコンドとかから何か指示があったんですか？あ、セコンドからもありました。ありました？はい、それは多分聞こえてましたか？はい、聞こえてました。はい、今回見事な一勝を遂げたわけですが、はい、今回の大会において次から何を目指していきたいでしょうか？次からはもう一回格闘技から離れたんですけど、はい、もう一回格闘技の世界に戻ろうと思います。はい、それはもうちょっと大会に出る、はい、大会に出たいですね。はい、レディングダウン、はい、いろんな大会に出たいと思います。あ、いろんな大会に、はい、はい、わかりました。それでは見事勝利いたしましたセリナ選手には、はい、喧嘩道様より仮想通貨喧嘩コイン10万円分が贈呈されます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後にこちらのカメラへ応援してくださったファンの方々一言お願いいたします。はい、応援してください。ありがとうございます。そうですよね、真っ黒になっちゃいますね。はい、すいません。きっかけを与えられるような格闘技経験はちょっとシャドウしてください。
まあこの中だったら絶対私が一番空手の経歴あると思うんで、ぜひやりたいです。はい。はい。はい、はせ。はい。あの死ぬ気で2ヶ月間頑張って練習します。頑張ります。やめてくれる？え、これ素手ですか？じゃあ、ああ、ああ。なるほど。痛めないですね。下の緑のボタンを押していただくと始まります。緑。ちなみに十人に来たより上です。あ、よかった。行きます。あ、31。強い強い。トップだ。強い強い。ひがちは？29です。29。あ、でもいい勝負だね。うん、負けは負け。ひがちもキャラクターです。あらだ。あ、俺な77が一番。あ、じゃあ西谷君。触れそう。スポーツを100倍楽しむならビーベット。対戦結果を予想して当てろ。ビーベットならスポーツベッティングでもっと熱くなれる。今なら新規登録するだけで無料でベットができる。ブレイキングダウンの他にも様々なスポーツを展開中。あなたは誰にベットする？信頼度、満足度、注目度ナンバーワンのビーベットに今すぐ登録。